こんにちは。本当に四世紀を起こすなんてすごいわね。ムルジム、何の用？一つ情報を伝えに来たのよ。あなたがカノヌシを追い出した影響だと思うけど、ある場所に地脈の入り口が開いたそうよ。地脈の入り口が？また大地の記憶が見れるかも。アルトリウスの過去を知ればカノヌシ攻略の切り札が見つかるかもしれんな。と思わせて罠にはめる気やもしれんぞ。いや、心配はいらないさ。なぜじゃ？しぐれはそういう小細工が大嫌いだったからな。こいつがそんな精霊ならとっくに切られてるはずだ。ありがとう。この情報をどう使うかはあなたたちの自由よ。入り口の場所はアバルの沈めの祠よ。情報の出所は精霊よね。なぜ私に教えるの？なんとなくよ。ふとアルトリウス様の精霊の顔を思い出してね。あの子のこと伝えられたらいいなって思ったの。シアリーズ。わかった、行ってみるわ。確かに地脈の入り口みたいね。ガノヌシの気配は感じないけど。油断はできんぞ。奴は地脈から追い出したが、逆に姿勢を起こした影響が出ているはずだ。情報を得るためにはここに入るしかない。危険は承知の上よ。これで制約は成立した。シアリーズよ、今お前の体内にある術式の雛形を組み込んだ。それは制約の力によって数ヶ月かけて組み上がっていくはずだ。己が身に取り込んだ力を操作する術ですね。そうだ、ソーサラーリングブリュンヒルト。我々の大陸では太古に失われた技術だ。再生するには相応の代償が必要になる。だから私の命で制約をかけたのですね。この術式は私が死ぬことで完成する。何か言いたいことがある？いいえ、この術式は聖主カノヌシを制御するカムイ完成のために絶対必要なもの。同種の力を持つジークフリートをメルキオル様が探索されていますが、未だ発見できていません。こちらの開発を急ぐ必要があります。それが断りです。それでよい。以後はソーサラーリングの完成に集中せよ。承知しました。よもや後悔なぞしておるまいな。まさか、こいつがただの精霊だと再確認しただけだ。はい、私は精霊シアリーズ。あなたの理想を実現するための道具です。そうか、シアリーズの制約はカムイのための。命を代償にするなんて。しかも奥さんが転生した精霊と知っているのに。いえ、以前の私ならこれも断りとして受け入れていたでしょうね。ともかくこれでつながったな。シアリーズの剣もアイフリードとジークフリートの剣も全部カノヌシを操るカムイを完成させるためだったわけだ。その力をベルベットが喰らい、タイマシの天敵となった。皮肉じゃな。皮肉じゃないわ。シアリーズは全部わかって、私に。だが、聖霊はジークフリートの術式を入手した。カノヌシのカムイを完成させている可能性は高い。進もう、ベルベット。ええ。今さらひるまないわ。どんな事実が待っていようと。ミッドガンド王国が全土を統一して100年、世界は豊かで平和な時代を謳歌してきました。だがその一方で
純粋さや信仰は失われ、人の業は深まっていった。四聖種まで眠りについてしまったのに、誰も気づかぬほどに。このままでは業魔があふれる。私はそれを知りながら何もできない。四聖種、業魔。すみません、恩人に線のない愚痴を。いいえ、あなたは私が知らない広い世界を見てこられたのですね。はい、火を吹く山や氷の大地を見た。嵐の海を越え、地の底まで続く崖を渡った。すごい。でも怖くはなかったのですか？もちろん怖かった。大自然の前では人の命なんて一瞬で消えてしまう。でもそんな恐ろしい海も山も森も砂漠も、同時に息を忘れるほど美しいのです。そしてどんなに厳しい場所にも人間が生きて暮らしていた。わかりました。何がです？あなたは大好きなのですね、この世界とそこに生きている人々が。俺が世界と人？そうなのかな。そうだと思いますよ。でもあなたも人の一人です。もう少し自分を好きになってあげてもいいのではないですか？何もなせなかった自分をできるだろうか？できますよ。その証拠に私も妹たちももうアーサーのことが好きですもの。ありがとう、セリカ。ベルベットのお姉さんとアルトリウス。ああいう人だったわ、セリカ姉さん。あの人も。うん、アルトリウス様。エレノア、タイマシたちが心から世界と人を救おうとしていることは分かってる。はい。それでもあなたは戦うんですよね？そうよ。はあ、やれやれじゃ。何も知らねば楽だったじゃろうにの。ベルベットは選びませんよ、楽な道なんて。どうした、ボウ？うん、大地の記憶って地上の出来事が記憶されてるんだよね。すごくいっぱいあるはずなのに、なんでベルベットに関係することばかり再生されるのかな。それはベルベットに反応したから。いや、地脈を器にしていたカノ主の力が影響しているとも考えられますね。カノ主の力だとすれば、奴の一部である棒も大地の記憶を操れるのではないかえ？いわば無限の歴史図書館じゃ。ワクワクするじゃろ？うん。でも、怖いことでもあるよ。知ることは楽しいだけじゃないんだから。配属が決まったそうですね。名前はつけてもらいましたか？精霊2号。それは名前ではありません。記憶はあるはずないですね。生まれる前に亡くなってしまったのだから。記憶？はい、私には戻ってしまった。その記憶が胸を焼くのです。かけがえのない、取り返しのない記憶が。意味わからない。それでいいわ。意志も記憶も目覚めない方が幸せだった。叶うことならあなたはそのまま。どこへ？最強の聖主と筆頭大魔師を殺せる者を解き放ちに。これは私の過去と私自身への復讐なのよ。
さようなら。あなたを守ることができなかったお母さんを。どうか許してね。おお、こんなところに出た。監獄島の牢獄シャワー。地脈のワープか。バンエルティア号を呼び出さんとならんな。僕、シアリーズに会ってたんだ。なのに、何も覚えてなかった。しかし、なんでここに繋がったんだろうな。そりゃあ地脈点だからじゃろ。シアリーズの意志のせいかもね。シアリーズの意志？きっとそうですよ。あの大地の記憶はシアリーズが伝えたかったことだと思います。ベルベットとライフセットに。そうだよね、僕もそう思う。えらく飛ばされちまったが、得たものはあったってことだな。うん、十分ね。よし、港に上がるぞ。僕、意志が目覚めちゃったけど、辛いことばかりじゃないよ。この世界で生きてるって感じられるから。だから安心してね、お母さん。区長、面白い噂が届いてますぜ。復興中だった開門要塞が奇襲を受けて制圧されちまったそうです。ボーティガンが？やったのはどこのドイツだ？なんと一体のゴーマだとか。しかもそいつはランスロット・キャスパリーグと名乗って大魔師に挑戦状を叩きつけたそうです。ランスロット？それはキャスパリーグ伯爵の名です。誘拐されたっていう名門貴族か。そいつがゴーマになったか。別に目的のある語りか。おい、そのゴーマはシグレを呼び出してるんじゃないのか。ああ、特等大魔師シグレ・ランゲスとの決闘を望んでいるらしい。本物の伯爵だな。言い切るわね。キャスパリーグ伯は気位の高いお方だ。清涼に国政の主導権を奪われた挙句に、飼い犬だったシグレが特等大魔師として自分の上に立つなんて、死ぬほど屈辱だったはずだ。蘭月家が仕えてきた主君って。そうだ、キャスパリーグ家だよ。なるほど、王家の懐刀の刃は蘭月流だったんじゃな。ボーティガンを落とすほどの豪魔だ。共闘できれば力になりそうだが。共闘できればな。来たか、しぐれよ。キャスパリーグ伯爵、ご無沙汰をしておりました。ん？お前は六郎か。下がれ。世が呼んだのは貴様などではない。世を裏切った下郎シグレ・ランゲツだ。お待ちください。シグレの討伐は俺が受けたまわったはず。ふん、できもせぬことを吠えるな。手も足も出ず返り討ちにあった負け犬が、うん、だが世はもうランゲツの牙など必要とせん。屋敷の者どもを喰らって手に入れたこの力でシグレも貴様も直々に成敗してくれる。屋敷の者を喰らった？伯爵、あなたは人があれほどうまいものと貴様ら大魔師どもも平らげて、新たな我が王国エサバを築こうぞ。どうやら誘拐されたのはこやつの心のようじゃの。主命だ、六郎。そこに直れ。兄弟揃って我が剣のサビとなれることを感謝するがいい。交渉は無駄だな。待ってくれ、六郎。断るぜ、伯爵。肉が食いたいなら食わせてやらんこともないが、あんたごときに切られたら蘭月流の名折れだ。剣を向けるなら足りない主君でも容赦しないぜ。俺もしぐれもな。おのれ、主君に向かってよくも。すまん、共闘の交渉はできなかったな。
ううん、一緒に戦える人じゃなかったと思う。というか六郎、お前最初から切る気だっただろ。そんなことはないぞ。ちょっとしか。ちょっとはあったんだ。まったく恐ろしいやつじゃ。恩を重んじるとかよく言うわい。別におかしくはないだろう。伯爵に恩を受けたのは人間の俺だ。ローマの俺には関係ない。そういう問題？ああ、お前のはゴーマになってからの恩だからちゃんと返すぞ。真面目に聞かないでおくわ。六郎は伯爵がしぐれ様を切ると言ったのが許せなかったのですか？さてな。ただ蘭月の剣を舐めた奴は切る。それだけだ。伯爵と同じゴーマの戯言だ。分かってくれとは言わない。もちろん分かりませんよ。分からないけど、戯言だなんて思いません。あなたの譲れないものを。ようやく部屋も片付いたな。ここは部屋も十分あるし、家族が増えても大丈夫よ。その分頑張って働かないとだけどな。そんなに気負わないで、みんなで力を合わせて頑張りましょう。ザビーダ兄ちゃんも手伝ってくれるよ。そうだぜ、困った時は助け合う、それがザビーダの流儀ってもんだぜ。生意気言いやがって。よし、ザビーダの流儀で頑張るぞ。ああ、ザビーダ兄ちゃん早く遊びに来ないかな。ザビーダ。ねえ、話を聞いてみようよ。そうですね、私に任せてください。大魔師エレノアと申します。つかぬことをお尋ねしますが、皆さんはザビーダとどういったご関係でいらっしゃいますか？おや、大魔師様もザビーダのお知り合いですか？ええ、ザビーダとは縁がありまして、通りがかりに名前が聞こえたものでお声かけした次第です。そうだったんですか。私たちにとってザビーダは恩人、いや誘拐魔っていうのが正しいですかね。誘拐魔ですか？もともと私ら夫婦は料理人をやってたんですがね、ある日ザビーダが現れて、半ば強引に彼らの暮らしていた家に連れて行かれたんですよ。その家にはこの子たちとテオドラさんが待っていました。テオドラさん？ザビーダの恋人テオドラだぜ。恋人？親を亡くしたこの子たちを引き取って二人が面倒を見ていたんです。でも突然連れ出されて、何をさせられるのかとこっちは驚いちゃって。するとザビーダはこの子たちに人間が美味しいと思う料理を作ってもらえないかって言うんですよ。精霊も人間と同じように美味しいと感じるけれど、作ってあげられるほどの知識も腕もないからって。そういうことならと、私たちは腕によりをかけて目いっぱい料理を作りました。父ちゃんたちのご飯はうまかったんだぜ。おいらは麻婆カレーでヒヒしたもんね。僕はトマトソースパスタが大好き。私はね、ビーチパイ。それ以来私たちは行き来するようになり、テオドラさんにレシピを教えてあげたりしました。私たち夫婦はゴーマに子供を奪われて、あの日まで笑うことも忘れていたんです。でもザビーダとテオドラさんとこの子たちが私たちの新しい生きる喜びになったんです。それで恩人でもあり誘拐魔でもあるんですね。精霊にも人間と同じような心があるだなんて、それまで考えたこともありませんでした。でも人間と同じ心があるからこそ、大魔師様たちと共にゴーマと戦ってくれているんですよね。はい。テオドラさんってどんな人だったの？大好き。僕が怖くて寝れない時、手を握って一緒に寝てくれたんだよ。あったかくてお母さんみたいな匂いがしたんだ。オイラとザビーダには厳しかったぜ。ビシッてチョップされたし。それはザビーダとあんたがいつもバカやって物壊したり怪我したりしてたからでしょ。お前、オイラに喧嘩ってんのか？ゴーラ、やめなさい。とても懐かれていたんですね。ところがある日突然、テオドラさんが出かけたきり
行方がわからなくなっちまった。恋人を探す旅に出たザビーダに代わってあんたたち夫婦が子供たちを引き受けたってわけか。せめてザビーダたちが戻ってくるまでは私たちがこの子たちを守ってあげられればと。前にいた町は交通の便が悪かったもので、港のあるこの町に引っ越してきたところなんです。そうだったのですね。お話ししてくださってありがとうございました。ザビーダは荒っぽいですが男気のあるやつです。もし彼が困っていたらどうか助けてやってください。この子たちのためにも。はい。テオドラさんってあの白角のだよね。でなきゃザビーダが命を懸けてまであのドラゴンを守る理由がわからない。心に傷を負った人間のお子たちと暮らせばそれだけ汚れに触れる機会も増えるでの。それでも子供たちに救いの手を差し伸べたテオドラさんだからザビーダは救いたいのですね。だが元に戻す方法なんてないんだろう。ない。だからあのドラゴンを殺そうというのですね。それには私も反対しません。ですがあなたのやり方は間違っています。何がだ。たとえ元に戻せないとしても恋人だった存在が目の前で殺されるのを良しとする人などいません。ザビーダの気持ちを汲んだ上できちんと話をすればあなたたちはぶつかり合わずに済むじゃないですか。理屈で割り切れても心で割り切れないものがある。口先だけで納得するくらいならあいつはとっくに白角を殺している。ですが。悪いが議論するつもりはない。行くぞ。僕はあの炎の力を操れたら。聞いたぜ。タイマシたちが大量に力を失ったのはあんたたちのせいなんだってな。決死長な、何か新しい情報入ってる？あちこち混乱して大騒ぎだが特に面白いネタがある。力を維持していた腕利きの一等タイマシがペンギョンに倒されたそうだ。どうやったらタイマシがペンギョンに負けるわけ？嘘みたいな話だが事実だ。やられたタイマシは治水化風の術で攻撃されたと言っているらしい。治水化風、四属性の術。それだけじゃない。そいつは全身金色で赤い目をした金魚だったそうだ。そいつはどこにいる？タイマシがやられた場所はイガル雪原だ。だが金魚は世界に終末を告げると言われる不吉な生き物だ。悪いことは言わない。近寄らない方がいいぜ。絶対に。いかん。そう言われると近寄りたくなるんじゃって。金色で赤い目で治水化風を操るペンギョン、それってミラペンギョンか。世界広しといえど四属性を使いこなす術者などそうはおらんぞ。わしとか以外にはな。いろいろな意味でただものじゃなさそうだが、タイマシを倒したなら協力できる相手かもな。と思わせる罠かもしれんが、四聖種と関係がある可能性も強まりましたしね。いずれにしろ正体を確かめた方が良さそうね。イズルとの柔道につなぎをつける。ちょっと状況がややこしくなるでしょ。情報を知ったら教えると約束した。仁義は通す。いいわ、私も私のやり方を通すだけよ。赤い目で金色、本当に金魚です。しかもピョンとしたチャームポイントもある。注意して、情報が正しければ四大精霊とやらを使うはずよ。ジュルル。おい、今ジュルルって言ったぞ。つまり私たちを美味しいものと見てる。まさか人食いペンギョンってわけ。待ってください。ジュードペンギョン。確かにミラは食いしん坊だけど無意味に人を襲ったりは絶対しないよ。ギュル。あれ、この金魚はミラじゃ。大丈夫？
お腹が空いて、連絡を聞いて飲まず食わずでここまで来たから。そこまでだ。証拠りもなくまたペンギョンをいじめているのか。食べるためならまだしも、不吉だからなどという曖昧な理由で命を奪うのは見過ごせない。ペンギョンたちに代わって私が相手をしよう。手強いな。迷いのない立ち筋だ。そっちこそ。柔道が言っていた精霊の主というのもまんざら嘘じゃないわね。柔道？柔道を知っているのか。彼は今どこにいる？そこよ。柔道、よかった、無事だったのだな。ミラ、僕がわかるの？当たり前だろう。多少小さくなったが、君は君だ。何も変わらないよ。ありがとう、ミラ。何も変わらないと言われるとちょっと複雑だけど。うん、確かにこの姿は少し困るな。レイヤやエリーゼは心配するだろうし、アルヴィンにはしつこくからかわれそうだ。元に戻る方法はあると思う。前に一度この人たちと戦った時はできたんだ。戦った？やはりペンギョンを虐待する不届き者か。違うってば、全部勘違いよ。この人たちはミラの情報を教えてくれたんだ。ペンギョンのこともいじめたりしていないよ。そうだったのか。すまない、どうやら私が早とちりをしたようだな。皆さん、連絡ありがとうございました。筋を通しただけだ、礼には及ばん。仲間と会えてよかったね。けど何も解決していないわよ。大丈夫だ、解決法は二人で探す。柔道を元に戻す方法も、リーゼマクシアに帰る方法も。え？クイッ！おう、お前も一緒に来るか。その金魚は？うん、なぜか懐かれてな。私も他人とは思えないのだ。そうだね。行っちまったぞ。いいのか？アイゼン、ミラは聖主と関係があると思う？いや、あいつの術は俺たちの精霊術とは根本から原理が違うように感じた。じゃの、むしろ他の世界から来たというのに納得じゃ。そう。なら放置でいいわ。タイマ氏を倒している以上、精霊に手を貸す心配もなさそうだし。でも味方になってくれるかもしれないよ。どうかしら。味方にするにはあの精霊の主様は相当手強そうよ。ちょっとベルベットと似てる気もするけど。うん、それに柔道ペンギョンをエレノアが食べようとするかもしれないしな。食べませんよ。